モンゴル系民族モンゴル民族モンゴル民族は7世紀から歴史上に登場し13世紀から14世紀にユーラシア大陸の大部分をハントとしたモンゴル帝国を築いた民族。モンゴル語を話す。大きくハルハとチャハルに分けられる。現在はモンゴル国と中華人民共和国の内モンゴル自治区などにその多くが住んでいる。 モンゴルという名称ははじめ、中国の詩書にモーコツシツイモー、毛骨質や、蒙蝦、萌え国に、毛古などと記され、ペルシア語資料に、ムグルと記された。現在、中華人民共和国内モンゴル自治区で使われる、モンゴル文字表記では、マングル、モンゴル国で使われる、キリル文字表記では、モンゴルとなっている。モンゴルの意味は、ラシードディーンの、中詩に、 モンゴルとは素朴で脆弱という意味と記されている。あるいは、モンゴル語でモンと、グルから、あるいはムングの意味とも。モンゴル国及び、中華人民共和国における、モンゴル族の自治区域成長に服属した、モンゴル民族の多くは、外藩が猛虎、内族猛虎、猛虎八旗のいずれかに区分された。外藩猛虎は、チンギス藩の子孫たち、または、チンギス末ではない。 王公を領主として、モンゴル草原に遊牧する諸部の総称。地理的には元モンゴル国、中国の内モウコ自治区、青海省、新疆ウイグル自治区などに分布する諸集団の大部分を包括した。内族モウコは、かつて、ハーン家やアルタンハーン家に属し、後に成長により、両家が取り潰され、清朝皇帝の直轄とされたジャイハル部、キカジョウトメト部の二部を指す。 猛虎八旗は、1616 16年から1636年に、かけて清朝に個別に服属し、清朝の支配層の最上位に位置する、八旗の一員として再編された、モンゴル人集団を言う。チベット高原の中央部に居住し、79族と呼ばれた遊牧民の集団には、岩朝、文層の末裔を称するホル族など、モンゴル系の集団が含まれている。 彼らは1723年から24年に、新朝の支配下に入り、1732年に、大海所属の40族と、チベット所属の39族に分割され、40族は、土製、制、39族は、チベット元伝ポタンの、ポラネーフ氏の政権を経て、中倉大臣の属下に移された。以下の諸集団は、ロシア帝国に服属した。 外猛虎は、内猛虎と、セットで19世紀後半の中国において出現した、概念で、常述の新朝の制度とは、全く別個に、北京を基準とし、五ビ砂漠を、おおよその境界として、モンゴル草原を地理的に、内と外に区分する概念である。これらの概念を用いた最も初期の文献として、捨て金主著校長半部要略や調圧し、 蒙古遊牧期などがある。モンゴル国の領土はこの領書に言う、外蒙古に、ダリガンガ牧場を呼び、アルタイ山脈異性の地を加え、タンヌウリャンハイを差し引いた形で成立した。外蒙古は、現在も、世界的に使われる用語であるが、中国の北京を基準としたこの呼称は、モンゴル人に嫌われており、モンゴル人自身は、北モンゴルと称している。 モンゴル国の主要部を占め、住民の8割弱が、ハルハ族と呼ばれる、モンゴル系の民族で占められているため、ハルハモンゴルとも呼ばれる。モンゴル国は、世界で、唯一のモンゴル人の独立国家であり、人口は256万人、そのうち8割弱が、ハルハモンゴル族、残り2割強に、その他モンゴル系、トゥルク系民族の16部族が居住する。言語は、 ハルハモンゴル語が標準語で、文字は1941年以来切りる文字であるが、民主化後は古来の縦書きモンゴル文字も学校教育で教えられている。現在中国領である内モンゴル自治区は、新朝時代に内モーコと呼ばれ、もともとはモンゴル帝国の中心地でチャハルモンゴルの支配域であったが、17世紀に清に編入されて以降中国領となっている。 現在もなお、内モ古コと呼ばれているが、上記の理由から、モンゴル人自身では、南モンゴルと呼ばれている。人口は外モンゴルのモンゴル国に対し、モンゴル系のモンゴル族が1割であり、残り8割が、官民族で占められている。ただし、モンゴル族の数は581万人に達して、モンゴル国の人口を上回っている。漢語や漢字を介するなど、文化的に、 感化が進み、モンゴル語を介さない、モンゴル族もいるが、基本的に文字は、伝統的な縦書きモンゴル文字を使用する。モンゴルという名の部族が、歴史上に、初めて登場するのは7世紀のことで、中国の歴史書に失意という集団の一部族として、毛骨失意、毛ガ部という漢字名で記された。彼らは当時大港安霊山脈の北、アルグン川渓谷に住んでおり、 草原の大帝国である特潔化岩国に従属していた。11世紀になると草原の支配者はキッタン族の両帝国に変わり、かつては一部族に過ぎなかった。モーガブもモエ国にという一つの国として両帝国に徴降するようになった。この頃からモンゴル族はザバイカリエに精神しており、その頃の指導者はトンビナイセチェンと考えられる。 1125年、女神族の金帝国が、両帝国を滅ぼした頃、モンゴル国の初代官となったのは、トンビナイセチェンの子カブル官であった。彼は、金朝に長考した際に罪を犯したり、タタル部族と抗争したりしたため、次のアンバ外官の時にその恨みが返ってきて、アンバ外官は、金朝に処刑された。その後を継いだ、クトラ官は、アンバ外官の仇を討つべく、 モンゴル諸子族を率いて、金朝に攻め入り、敵軍を破って、多数の略奪品を持ち帰った。これによって彼は、モンゴルの銀友詩人が熱愛する英雄となった。クトラカンの後、モンゴルのカンは、空位となり、代わって、クトラカンの追いにあたるイエスゲーバートルが、キャン氏族とニルミ諸子族を取りまとめた。彼は、 その他のモンゴル士族や近朝やタタル部といった諸勢力と戦争を繰り返したが、心し半ばで命を落としてしまう。イエスゲー・バートルのコテム人は、周辺所属を取りまとめ、1206年にチンギスカンに即位し、家家モンゴルウルスを建国した。通常この政権をモンゴル帝国と呼ぶ。モンゴル帝国は、モンゴル高原を統一した後、 周辺の国々も併合していき、東は日本海、西はポーランドハンガリー、南はチベットイランに至るまでの半島を実現した。しかし、14世紀初頭になると、その巨大な帝国は、東アジアの元朝、南ロシアのジョチウルス、西アジアのフレグウルス、中央アジアのチャガタイウルスの4国に分かれ、一種の世界連邦を構成した。そのうち中央政権である。 元朝が1368年に、漢民族の明朝に打倒されると、それぞれの構成国家は、それぞれの歴史を歩むこととなる。明朝に打倒された元朝は、モンゴル高原へ撤退した。歴史的にはこの政権を北限と呼ぶ。北限の判はそれまでのクビライの応答から、アリクブケの応答に変わったが、実験は、オイラト部族の手にあった。 中国の明朝側からは、猛古ではなく、ラッタンと呼ばれ、言葉の上だけで、その連続性を否定されていた。ダヤン・ハーンがオイラトを打倒して、モンゴルを再統一すると、その領土を6つの大部族に分割し、これが、後の、チャハルとハルハになっていく。ハーンの直轄領であった、チャハル・モンゴルは本体寺率いる、アトキン軍によって降伏し、寝代には、内猛古と呼ばれた。 一方、幕北のハルハモンゴル諸部も17世紀に成長に組み込まれ、外蒙古と呼ばれるようになった。20世紀の初頭に清氏が崩壊すると、新朝末期の返境への肝心植民政策に苦しんでいた内猛個人が、外蒙古のハルハ諸公に働きかけ、まずもともと真の支配が、比較的、緩かった北、モンゴルで、ボグド・ハーン政権が樹立された。そして、 隣国ロシア帝国に援助を求めた。内蒙古核部族も基準の動きを見せたが、路中猛の協議の末、南モンゴルの中華民国貴族北モンゴルの中国州主権下の自治へと交代した。ロシアが10月革命を経て、ソビエト連邦となると、北、モンゴルでは、ロシア内戦に乗じて中華民国軍、白軍が侵入するが、北、モンゴルが今度は、 赤軍の援助を得て、再独立。ボグドハーンの死後、共産主義国家のモンゴル人民共和国を建てた。これが、現在のモンゴル国となる。一方、南モンゴルの諸部族は、統一や自主独立の動きがありながらモンゴル、人民共和国から拒絶され、ウランフの怪獣工作により、結局中華人民共和国の領内に残り、現在の内モンゴル自治区となった。 また、新疆ウイグル自治区や、青海省に多いオイラとは、中華人民共和国の成立に伴って、蒙古族の民族籍を与えられ、中華民族の一部とみなされるようになった。モンゴル国と内モンゴル自治区に住む、モンゴル人の話す言語は、モンゴル諸語に属するモンゴル語である。さらに北のモンゴル国で話される、モンゴル語は、ハルハモンゴル語。 南の内モンゴル自治区で話される。モンゴル語は、チャハルモンゴル語と呼ばれ、二つの方言に分かれる。有史以来、農業に適さない、モンゴル高原では、遊牧的牧畜によって、生活を送ってきた。家屋は、組み立て式の移動式住居、ゲルを用い、家財道具と家畜を連れて、春夏秋冬の季節ごとに移動を行う。今までは、ラクダや馬で運んでいたが、 近年は、トラックなども使うようになった。移動の理由は、豊かな草を求めるためであり、一緒に居続けると、そこの草がなくなるだけでなく、草地が再生せず根絶やしになってしまうからである。遊牧的牧畜は、人間と家畜と自然環境の相互作用、循環によって成立する。草原の草は家畜に食われ、その体内で分解されて、土、肉、毛。 糞などになる。その一部を人間が利用し、糞や死体は微生物に分解されて土地に還元される。そこに再び草が生え、家畜が食う。土や肉は人間の食料となり、毛や皮は人間の衣服、家屋になる。糞は燃料にもなる。無駄のない循環作用が厳しい環境で生きる、モンゴル高原の人々を長年支えてきた。 しかし、近年では牧畜をやめて移住し、都市部で生活する人が増えてきた。上記のように、モンゴルでは古代から伝統的に遊牧的牧畜を受け継いで、きたが、17世紀以来、内蒙古では新朝による開墾が始まり、それまでの草原地帯が農地に変わっていった。それに伴い、遊牧生活を送ってきた遊牧民も減少し、肝心入植者が増加した。 新代から中華民国時代にかけての乱開根によって、内蒙古は砂漠化が深刻化し、地球規模の問題となっている。一方の外蒙古でも20世紀の社会主義時代から農業に着手し、1992年の民主化後から市場経済に移行すると、工業の推進とともに一層の農業の促進が行われた。1997年には、 開墾地が国土の2%にあたる31万ヘクタールになり、それまでの草原地帯に整然と区切られた畑が目立つようになった。1999年時では日本の援助により購入したロシア製のトラクターが大規模栽培のために活躍している。現在では国類が主であるが、 モンスーン地帯の農業に比べると生産量が低く輸入に頼っているのが現状である。郷土をはじめ古来からモンゴル高原の遊牧騎馬民族の信仰は自然崇拝が基本であった。13世紀のモンゴル民族に至ってもテンゲル崇拝と呼ばれる天を中心として大地などの大自然を神聖不可侵の領域として損するした。モンゴル人の王権や 生命の起源が天であれば、モンゴル人が死後帰るべきところも天であり、モンゴル人は一般に、記事に葬られることを理想とし、そうした風葬や埋葬の地を黄金のゆりかごと呼んでいる。チベットとモンゴルの関係の始まりはモンゴル第二代皇帝、オゴデーカーンの時代に遡る。1239年、オゴデーの次男、コデンは、チベット攻撃に向かい、 カム地方から攻めて、中央チベットに入り、名殺、ギエルランを炎上させるなど猛威を振るった。先派の高僧君がギエンツェンガモンゴルと交渉するために、艦宿の領衆に赴いた際、同行していたのが彼の甥いであるパクタであった。彼はクビライに招かれて、その信用を得、後にクビライが皇帝となると、パクタは国史の称号を与えられ、 猛古神事の政策を命じられた。これがいわゆるパクパ文字である。この時には、チベット仏教が、元朝宮廷内で広まっていたが、元朝が民に敗れ、モンゴル高原へ撤退すると、パクパ文字とチベット仏教は忘れ去られてしまう。16世紀になり、モンゴルのアルタンハーンは、中国文化の流入によって、モンゴルの独自性が失われると警戒し、 チベットとの関係を強化した。この時、チベット仏教ゲルク派の高僧ソナムギャツォと会見したアルタンハーンはソナムギャツォにダライラマの称号を授けた。彼は前の2代から数えてダライラマ3世と呼ばれる。ゲルク派はアルタンハーンとダライラマ3世の関係をかつてのクビライカーンとパクパの関係になぞらえた。以後、 狂犬を代表するダライラマが世主であるモンゴルのハーンとその一族に称号を授与する慣例が生まれた。以来、モンゴルの一般遊牧民にもチベット仏教が浸透し、各地に寺院が建てられた。前世紀には700を超え、草原、山岳、砂漠と場所を問わず、ガランが建てられた。ゲル生活のモンゴルにおいて寺院は唯一の建造物であり、 学問や教育を行う機関でもあった。一時、社会主義時代の人民革命による宗教弾圧があったものの、民主化後は各地で仏教行事が復活している。モンゴルのチベット仏教には17世紀から20世紀初頭に至るまで8代のジェプツンダンバホトクトと呼ばれる活物が存在した。 最後のジェプツン・ガンバホトクト発生であるボグド・ハーンが1924年に死去すると当時の共産党政権は第8代をもってこのホトクトは転生を終わるとし政府として後継者を捜索認定しないのみならず信者や教団による捜索認定も禁止しようとした以来途絶えていたモンゴルの活物であったが民主化後の1990年 ダライラマ14世により、ジャンペルナムドゥル中期原戦が9代目のジェプツンダンバに認定された。今やモンゴルは、多くの若い層が、行楽富士に励む土壌ができ、現代のチベット仏教圏において、最も政治的、宗教的に自由ある国となった。チンギスカンが、モンゴル帝国を建設した後、モンゴル族起源の人民に区別が設けられた。 チンギスカンと同じ起源に出る諸部族はアランゴアが光線の作用によってはランダ諸子の子孫であったためにその純血を示すためニルーンという姓で呼ばれたその他の諸部族はドルルギンと呼ばれたドルルギンはエルゲネ君山中にこもっていたヌグズとキャンの子孫であったボルテチノからボドンチャルまでの初期モンゴル部族の系図ボドンチャルから カブルカンまでのボルジギン氏のケーズカブルカンから始まる、キアト氏のケーズとアンバガイカンから始まる大中都氏のケーズらしいドディーンは、終始において、現在はモンゴルと呼ばれているが、以前はそれぞれの別名を持ち、独立した主張を持っていたトゥルク部族をいくつか挙げている。モンゴルを再統一したダヤンハーンの子孫によって、トゥメンと呼ばれる6つの大部族が形成された。 トゥメンは、ゴビ砂漠東北の、左翼と、砂漠西南の、右翼に分かれていた。左翼右翼その他、長圧氏が表した、猛虎有巻き機には、内猛虎六名四十九期、外、猛虎春葉八十六期が記されている。内猛虎六名外、猛虎四部八十六期その他、ありがとうございます。